今日は生姜焼き風炊き込みご飯を作っていきます。まず玉ねぎを半分に切って1センチ幅のスライスにしていきます。小ネギは小口切りにしたものを準備しておいてください。はい、では調味液を合わせていきます。水 200ml にお酒が大さじ2、みりんが大さじ2、醤油が大さじ1、砂糖が大さじ1、和風顆粒だしが小さじ1、おろし生姜が小さじ1、塩を一つまみ混ぜ合わせておきます。細かく切った豚肉を調味液に入れて5分くらい置いておきます。はい、炊飯器のお釜に研いだお米を入れます。切った玉ねぎを入れます。豚肉を漬け込んだ調味液も入れていきます。軽く混ぜます。はい、そしたら炊飯器に入れて炊飯ボタンを押します。はい、炊き上がりました。では混ぜていきます。いい感じの音。お椀に盛り付けて仕上げに小ネギを散らします。はい、完成です。たっぷりキャベツスープを作っていきます。まずキャベツが 300g 千切りにしていきます。卵1個は溶いておきます。鍋に鶏ガラスープの素を小さじ1入れて中火にかけます。ひと煮立ちしたらキャベツを入れます。蓋をして5分間煮ます。では塩コショウを振って味を整えていきます。水溶き片栗粉を入れてとろみをつけていきます。溶き卵を流し入れていきます。火を止めて卵が固まるまで蓋をして待ちます。はい、卵がふんわりと浮いてきたので、はい、ご飯に盛り付けて完成です。いただきます。今日は生姜焼き風炊き込みご飯です。おお、生姜焼きの香りする。しっかりお焦げもある。おお、うまい。あ、ご飯に生姜焼きが溶け出したって感じだね。とってもいい生姜の香りと豚肉の旨みが詰まっていて、で炊き込みご飯にすることでお焦げのところがちょっと香ばしくてとっても美味しい一品です。生姜焼き風炊き込みご飯は1人前417キロカロリーで、タンパク質 16g、 脂質 5g、 炭水化物 77g、 食塩相当量 1.7g です。ご飯も入って400キロカロリー前後、タンパク質もしっかりとれてとってもいい一品だと思います。次はたっぷりキャベツスープ。うまい。キャベツの甘みが濃縮されたようなスープで、このとろみがあるのでこの鶏ガラの旨みをしっかり感じますね。なんか寒い季節にはぴったりな一品だと思います。たっぷりキャベツのスープは1人前112キロカロリーで、タンパク質 8g、 脂質 4g、 炭水化物 11g、 食塩相当量 0.5g です。食塩相当量が少ないんですけど、とろみがついていることでしっかり味を感じるような一品になっていると思います。卵のふわっとした感じもとっても美味しい一品ですね。定食にして食塩相当量は 2.2kcal、 総摂取カロリーが 529kcal です。どちらとも脂質がそんなに高くなくて、2つ合わせてタンパク質も 20g 以上取れるので、とってもいい定食になったと思います。生姜焼きについてくる千切りキャベツをスープにしてみたというレシピです。温かいスープをいただくと心もちょっと落ち着くよね。冬にはとってもいい2品だったと思います。うまい。ごちそうさまでした。ぜひ皆さんも試してみてください。僕たちのチャンネルでは管理栄養士監修のもと減塩レシピを毎日投稿していますので、この動画が良ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではまたねー。新しい生姜焼き定食、ここに誕生。